うも、高弘 GT です。ご視聴ありがとうございます。今ね、さった峠の近くですね。はい、これを右に曲がって富士方面に行きます。はい、ということで今日はね、1月25日土曜日ですね。はい、よいしょ。現在時間が6時20分。はい、今ね、国一に合流します。はい、合流しました。てなわけで、なんでこんなとこからなのって感じですけどね、本当はガソリン入れに来たんですけど、気がつけばここまで来ちゃいましたって感じで。はい、ちょっとした朝駆け散歩です。まあね、雑談1本でもお送りしていこうかなと思います。本当にね、ストック動画がないので。はいで、この間ね、清水の吉原ってところにね、行ったんですけどね、まあその動画を見て本当にがっかりしたのが、そのカメラが曇ってたっていうのはね、非常にがっかりしました。あれ、そういうことがあるとね、本当にね、うわーって感じですよね。はい、ってわけで、結構ね、そういう失敗とかってあるんですよね、やってると。あれもね、吹いてったんですけどね、もうこの時期って特に曇りやすいから、その室内と外の温度差があるからね。で、僕のカメラ、ソニーのアクションカムなんですけどね、レンズのところにカバーがついてるんですよね。だから二重みたいな構造になってるんで、どうやらね、内側が曇ってたっぽいんですよね。で、内側もね、結構普段から拭いてるんですけどね、そこは出るたびに拭いてないんで、ちょっとめんどくさいかな。まあ、そのせいでもあるんですけどね。はい、非常にがっかりしました。まあ、特にこのさっきも言ったように、外とうちの中の気温差みたいなのが結構あるっていうのね、多分それが原因だとは思うんですけどね。今日はね、そんな寒くないかなと思って、電熱グローブじゃないんですけどね、風が強いしね。で、やっぱね、モトブログやってるとそういう失敗が多いんですよ。で、次に多いのがそのレンズに付着物が作ってね、特に虫ですよね。で、走ってると分かんないですからね。やっぱりそれも動画を帰ってから見てついてると非常にがっかりします。はい、で、元ブログ始めた頃っていうのは、一番多かったのがね、電源入れ忘れとかね、まあそういうことが初期は多かったですね。バッテリー切れとかさ、よくやったなとかね。最近はね、そういうのがね、もう身に染みてきたというかね、もう僕はこの忍者250とともに元ブログを始めてきているので、もうこれに乗ったらもう電源入れるみたいなのが、あとバッテリーなんかもなんとなくこの辺で切れるかなみたいなのが分かってきたんで、最近はないと思うんですけどね、よっぽどなんかバッテリー充電忘れとかない限り、で、あと僕2回ほどあったんですけどね、動画ファイルが壊れてたとかね。あれ困るんですけどね、まあ、原因は分かんないですけど、例えばめちゃくちゃ遠出してその中の1個の動画が壊れてたとかね、それすげえがっかりしますね。もちろん全部壊れてたらもう困るんですけどね、まあ、そうならないようには
したいんですけど、まあ、SD カードの寿命なんかもこういう動画の場合はね、動画撮る場合に使う場合ね、は寿命が短いらしいですね。例えばドラレコなんかもそうなんですけど、結構ドラレコなんかは1年に1回は変えた方がいいって言われますからね、まあ、気をつけてはいるんですけどね。僕らも一番がっかりするのは自分ですからね。はい、今6時24分まだ暗いっすね。うわー曇ってるね。でこの後しばらくね天気が悪いんですよね。もう最悪なんですよ。本当はね明日も休みなんですよ。で明日走り行く予定だったんですけど、明日はもう完全に 雨っぽいっすね、でちょっと車の話すると、その S6 のプラグが来たんで、プラグ交換でもしようかなと思いますね。あのフラッシュエディターを変えたんで、まあ、ECU チューンですよね。それと伴いプラグ交換をした方がいいよっていうことなんで、ちょっとプラグの番号を上げるって感じですかね、はい、まあそれも動画にするとは思うんでよろしくお願いします。今日はいつものところで富士山が見えないかな。本当は今日も雨予報だったからね、いやもう全く乗れないと思ったから、まあ少しでも乗れてよかったです。はい、あでもこれは雨降るね今日。もうそんな雲だね、なんかねダメだね、天候が悪くて。はい、もうちょっとね暖かくなってっていうか、もうちょっと明るくなってほしいですよね。まだこの時間でも暗いから、もっと2月3月ぐらいになったら走り行こうかな。僕はね 前にも言ったかもしれないけど、この寒さよりねその暗いのが辛いですね。朝駆けしてなかなか明るくならないっていうのはね。はい、ここはね富士山が見える絶好のスポットなんですけど、今全く見えないですね。はい、というわけでした。もう 春が来ないかなっていう感じですよね。まあ僕は静岡県民なので、こういうね、まあ、冬でも走れるんですけど、まあ、この辺なんてほとんど雪が降らないので、まあ、あの雪が降られる地方にお住まいの方に比べたら幸せかもしれないですけどね、はい、いつもの新富士川橋まで来ましたけどね、何も見えないですね。はい、でどうしようかな、あそこのいつものガソリンスタンドでガソリンを入れて帰ろうと思います今日は。少しでもバイクに乗れるのは楽しいですね。本当はもっと乗りたいんですけど、まあ今はちょっと我慢します。はい、いややっぱでも寒いな風が強いからかな。でも気温は10度なんですよね。昨日は暖かかったんで、で電熱グローブじゃないんですけどね、今日は普通のウィンターグローブなんですけど、もうギリギリですね。やっぱ電熱の方が良かったかなって感じですけど、本当はね今日ガソリンだけを入れる予定だったんで、電熱いいやめんどくせえしと思ってしてこなかったんですけど、してくれば良かったかな。はい、ってな感じでした。こうかな、10分ぐらいだったのかな、10分は行きたいガソリンスタンドまで行きますか、いつものね。はい、富士市に入りました。道の駅富士ですけど、今日はどうかな、バイクさんがいるかな。だいたいここ通るとバイクの方が結構いますけどね、まだ早いですかね。
ソリンを入れて帰りたいから。よし、行ってくれ。サビ。はいはい、ここが赤になるのは珍しい。よし、いい、よし。今ガソリン高いのかな。高いね。高いわ。よし、ではね、ガソリン入れて帰りたいと思います。よいしょ。そういえばね、あの初めての、ね、セルフのあの入れた動画が結構伸びてますね。あれ最初500くかいかないかで、どうせ誰も見ねえだろうと思って作ったような動画ですけど、もう何万2万ぐらいいったのか。そんないくとは思ってもみなかったですけどね。はい、ちょっとね、ガソリン入れたいと思いますね。はい、ガソリン入れましたね。もう慣れたもんですね。もうセルフも車もバイクもセルフです。最近フルサービス行かなくなっちゃったね。もう全然気楽だからね、セルフのが。はい、ってわけでした。このまま家に帰りたいと思います。今日はね、ここで失礼したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし、できます。行きマックス。サビ。